始まりました。ちょっと待ってください。始まりました。ちょっと待ってください。もう大丈夫ね。緊張遅れてるね。わざとだな。今日はなんと、あの伝説の献血弁当を作っていきます。3年前に、ここでね、俺がプロデュースした弁当が、まあ、あれめっちゃ美味しいんですよね。してるな。大好きです。なんと復活ということで。嬉しいです。それでは早速作っていきましょう。全然合ってんやん。2人これやのに。コーラ、コーラ、今日はね、手羽のコーラ煮っていう。えコーラ、これ天家さんが飲むやつじゃなくて、じゃなくて、あの今日の料理に使う手羽です。最初まず手羽から切っていきましょう。ちょっと切れ目を入れていきます。味がね、染み込むからね。すごい手つきがすごい。あ、もうちゃうね。全然ちゃう。いい顔してるな。もういいか。練習の時の顔より集中してる。あ、甘酒持ってきてちょうだい。甘酒、甘酒、はい、はい、どうぞ。もうちょっと、もう開けておいてください。もうちょっと、開けといてくださいって言われる。とりあえず開けときます。もういいですか。まだもうちょっと、まだしっかりタイミングちゃんと見てる。料理はそんな焦るもんじゃないから。それでちょっとコーラ入れてきます。なんで準備させたの。めちゃめちゃ準備してたのに全然。大丈夫、コーラ入れて爆発しない。それメントスコーラ。そうそう、これだけ。違う。まだ全然使わせてくれ。OK。 あんだけ初めに用意させといて。甘酒あります。やっと。はい、うん、一回戻します。はい、一旦待ちます。15分止めた。それでもいいです。俺のおかんよく作ってました。お袋の味ってやつですか、これが。おお、テガさん、テガがピピピピピ言ってます。ピピピ言ってます。あ、すげえ。強めで飛ばすってこと。そうです、水分飛ばして。はい、完成です。ちょっとなんか冷めちゃう前に食べたいな。この熱々で食べたい。はい、次はエビいきます。天気さんのエビはね、ちょっと特殊なの。何回も作ってもらって。パパー、やらせてください。これ混ぜましょうか。あ、そうだね。ここでパパ東の投入。あ、これ手でやった方がいい。え、ぐしゃぐしゃー。あ、できる。ちょっとなんかいいんかな、これ。ちょっと勇気いるよね。これなんか慣れてないな、手つき。なんかね、すごいわ。僕、家事で唯一やらないのが料理です。それ以外は、まあ、ある程度はやるんですけど。本当にやってんの。これをね、油に入れるとバチンってなる人いるし、これね、リラックスタイムにね、衣を混ぜるとき、ちょっと油を入れるの。油入れると、あと跳ねない。へぇ、これは覚えておいてください。誰に教わった。え、これうちの親父。さっきおかんです、親父。料理人やから。料理人やからね、天元さんのお父さんは。どうですか。いいんじゃない。いいじゃん。これを揚げていきます。うわ、しゃぶ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 するなよ。そう、しゃぶしゃぶしてから入れて。え、これ粉こうやってつけた方がいいんですか。そうそう、一個尻尾持って、尻尾のこう頭から入れて。こう、そうそう、これもいいよ。いいよいいよ、大丈夫大丈夫大丈夫よ。大地、怖い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 。もういい、もういい、いいよいいよ、もういい、話して。めちゃめちゃ心配してる。次、あ、すごいすごい、めちゃ
ゃでもスピード大事やからね。それ全部入れた頃に最初のやつこけちゃうから。え、どうするの？どうするの？もうちょっと早めに。スピード大事、スピード大事よ。ちょうだいちょうだい。ああ、ちょっと雑になってきた、ね、雑いい感じ、いい感じ。これ、指輪したら。じゃあ、うまいです。指だけほんまに切らんといてな。こうやってやるのに猫の手だけちゃんとして、こうほんまに切らんといて。猫の手って差し指を切ったな。え、合ってます？合ってる。しかも校長が俺の技術についてこりてないよ。これ緊張した？緊張した。あー、よしそう。お腹すいた。カツヤのカリカリを。美味しそう。あ、いい匂いする。完成です。好きなように言ってる。一番むずい。緊張する？緊張する。怖い。マジで手切りそう。どうですか？まあまあうまい。いや、いいじゃん。もうちょっと麺薄くていいじゃん。じゃあ俺らちょっとちょっと足しびれてきた。慣れないとこにずっとあまりにも足を引っ張るようなので俺たちはちょっと、うん、もう失礼します。ここで終わりということで、はい、すいません。邪魔しない、集中してんだから。美味しそう。そ俺ら二人でお茶してよ。オレンジジュースでも飲んどこうかな。腹減ったな。しょうがないです、それは。数える専門ないからね。そうです、そうです。放置プレイされてる。すいません。タイティーがどんどんくれー。辛っ。あ、つけた。ちょっとやうまそうじゃん。最後ね、スパムチャーハンって言って、本当にシンプル。スパムとネギと卵だけのチャーハン。スパムも、ネギは最後の方に入れます。周りからかけてあげると、醤油の香りがすごい出る。いいっすね。手羽いきます。あ、でもコーラの匂い全然しないですね。甘くて美味しいです。美味しい、美味しい、甘い、うん、コーラの味はしない全然。これ結構やっぱ子供とかにね人気だから。なんか僕も結構味覚お子ちゃまなんで、うん、大好きです。自分の子ちゃま。うちの息子はずーっと食べてる、うん、これが美味しい。最高。ちょっとね、豆板醤が軽く入ってるからピリッとするあの味もちょっと楽しんでもらえたらいいなというふうに思って。でもうまい。美味しい。うん、普通にこれも店で出せるレベル。ほんまに。いやもう俺も大好きやもんよ。チャーハン気になるわ。チャーハン気になるでしょ。俺のスパムチャーハン。あっさりしてて美味しいです。めちゃめちゃ味濃いわけではないけどね。うん、スパム自体ちょっと塩分高いから、うん、それでちょっとねチャーハン自体はもう塩分をちょっと少なめに抑えて、うん、一緒に食べたらすごい美味しいと思います。うん、ちょっとナスももらっていいですか。この上に。あ、絶対うまいやん。これやばいね。これ絶対うまいやん。これ、この食べ方おすすめ。おすすめ。めちゃくちゃ合います。おいしい。ああ、よかったね。これ会場があったら買う。あ、もちろん、うん、もちろん買います。アップ中でも買いに行くの俺は。タカさんに怒られちゃう。うん、怒られてもいい。僕の全身全霊をこの弁当につぎ込んでるんで、ぜひ会場で食べて僕にピースしてください。よろしくお願いします。どうでした？なんか普段あんま尊敬してないけど。
料理はめちゃめちゃ尊敬できます。俺も今日なんかちょっといいところ出してよかったわ、自分の料理できるところ出せてよかった。いやーすごい、なんかこれで僕のセカンドキャリアも確保できたんですよ。よっ、それでは、今回もドルチャンネル高評価、ドルチャンネル、ドルチャンネル高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。ドルチャンネル、ドルチャンネル、みんな笑ってたよ。